看護師国家試験対策合格必修の知識看護技術編。成人患者に警備的に経管栄養法を行う際のカテーテルの挿入で正しいのは次のうちどれ？1. 挿入時は体位を仰外にする。 2. カテーテルの先端が咽頭部を通過するまでは頸部を前屈位にする。 3. カテーテルの先端が咽頭部を通過した後は頸部を後屈位にする。 4. 挿入後はカテーテルから内容物を吸引して挿入部位を確認する。正解は 4. 挿入後は X 線撮影で位置を確認する。カテーテルから胃内容を吸引するなどで確実に胃内に留置されていることを確認します。カテーテルにシリンジを接続し空気を注入して聴診器で異物の音を確認する方法もありますが、音の判別が難しいことから現在では推奨されていません。鎖骨下静脈へ中心静脈カテーテルを挿入する際に起こりやすい合併症は次のうちどれ？ 1. 肺炎、 2. 気胸、 3. 左性、 4. 無気肺。正解は 2. 鎖骨下静脈へ中心静脈カテーテルを挿入する際には気胸、血栓形成、カテーテル位置異常などが起こりやすいため2が正解です。経腸栄養剤の副作用は次のうちどれ？ 1. 外装、 2. 脱毛、 3. 下痢、 4. 血尿。正解は 3. 経腸栄養剤は浸透圧が高く消化管に水分を引き込んでしまうため下痢を起こしやすくなります。注入速度は速くしすぎない、開始時はゆっくり注入するなど注意が必要です。